嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。なんかその埋めればいいだけのもので終わるのに、なんかそのいいことを書こうとするっていう、なんかその上を狙うっていう気持ちが良くないんじゃないかなと思います。はい、あ、だいたい回収できたかな。初めて生で見た。生ではないですね。これ録画ですね。あの録画したものが流れてるだけで、あの生でやってるわけではないですね。はい。ヒゲの話をしてるとき完全に乙女。すみません。僕は40過ぎたおっさんなんで、はい。体に良くないとか老化の原因として紫外線が挙げられてますが、ひろゆきさん普段からそれを避けるための対策とかされてますか？されてなければその理由を教えていただきたいです。まず僕外出ません。今日も一日出ないですし、昨日も出てないんじゃないかな。用事がないと僕外出ないんですよ。散歩するとかって僕用事にならないんで、買い物に行くとかじゃない限り外出ません。はい。フランス人の彼女が日本で一緒に住みたいと言ってますが、コロナ後で外国人が日本で安定した職を見つけることは難しいと思いますか？その彼女が日本語喋れるんだったら結構いけると思います。飲食店とかで日本語喋れる外人っていうだけで、外人ね。割と高評価受けがちなんですよ。で、なので、そういうところ好きなのかわかんないですけど、ガールズバーでフランス人ですっていうだけで、全然お客さん来ると思うので。なので、そういう方向で頑張ればいいんじゃないでしょうか。N 校は今後衰退、現状維持、成長のうちどれでしょうか。N 校の英語教材制作部門への転職検討しています。オンラインの通信学校は今後増えるのと、で、じゃあオンラインの通信で一番ブランドがあるのどこっていうと、今 N 校なんですよね。で、言い方は悪いんですけど、通信の学校に子供を入れようと思う親って、そんなに子供のことちゃんと考えてないんで、ブランドで決めるんですよ。もちろん、N 校が悪い学校とは言ってないですよ。ただ、N 校は、知り合いがやっていて言うのもなんなんですけど、僕は、高校は通信に入れるべきではないと思ってる派なんですよ。結局、人間同士のぶつかり合いというので、例えばじゃあ高校に行くと揉め事とか喧嘩とかいじめとかいろいろあるんですけど、そういうのを乗り越えて、その人間関係の処理の仕方っていうのを覚えると思ってるんですよ。で、学問だけやってればじゃあうまくいくのかっていうと、日本の場合って学問だけやってもうまくいかないんですよ。要は優秀な人が採用されるかっていうと、日本って優秀な人は採用されなくて、新卒採用みたいな、全然能力がないやつが採用されやすいみたいなのがあって、なので、普通に通学する高校の方が全然いいと思うんですけども、通信に入れてもいいやって思う親がいるんですよ。で、そういう親って基本何も考えてないので、生徒数が多いとか、じゃあオリンピック選手が通ってる N 校みたいな、で、東大行った人もいる N 校みたいな、ブランドで選ぶんで、なので、通信の教育に関していくと N 校が伸びないっていうストーリーはかなり難しいと思うんですよね。で、N 校やってる川上さんはめちゃくちゃ賢いので、下手打たないと思うんですよ。なので、多分、世の中ってオンラインで教育を受ける人って今後増え続けるよねっていうところさえ間違ってなければ、そこのマジョリティは N 校が取り続けるので、で、今度は N 校って S 校って作るんですよね。文科省のルールで通信制の高校でありながらなぜか定員があるっていう。要は、通信なんだから何人でも受けれるじゃんっていうのがあるんですけど、文科省のルールで、N 校はもっと所在地自体は沖縄にあるはずなんですけど、で、沖縄の高校である以上は、なんか2万人以上生徒を入れてはいけないみたいな謎ルールがあるんですよ。っていうのがあって、2万人以上定員を増やすんだったら、別の高校、別の場所に作んなきゃいけないっていうのがあって、S 高校っていうのを作るんですよ。S 高等学校っていうのが、で、って感じでそのアルファベットの高校がどんどん増えていくと思うんですけど、
まあそんな感じで、あの N 校は今後、まあ N 校があの2万人なんですけど、S 校はどんどん増えていく。で、S 校が終わったら多分 M 校とかっていうのはどんどん増えていくってなるので、なのでそのオンライン教育っていうのが、あの減らない限りは増えるんじゃないですかね。英語以外に、あ、これ読んだな。10年ぐらい前日本の政治家とか有名人が、あ、これを読んだ。すいません。地方済みです。なんだかんだ言って、あ、これも読んだ。結構読んでるのかな？オブジェクト思考が分かった気になれる面白い説明をしてみてください。オブジェクト思考というか関数の説明になると思うんですけど、例えばじゃあその、ひげ親父の画像っていうのを、あの、ここにドラッグして送ると、めちゃめちゃイケメンの画像が出てきますと。で、じゃあその、ひげ親父じゃなくてもいいんですけど、なんかあの、ブサイクの画像を入れると、めちゃめちゃイケメンが出てきますっていうアプリってあるじゃないですか。なので、その、そのアプリって中身がどう動いてるかって知らなくていいんですよ。要はその、ここに画像をぶち込むとイケメンが出てくるっていうのを知ってれば使えるじゃないですか。で、オブジェクト思考って構造的にはそれで、オブジェクトが中で何をしているかって全然知らなくてよくて、とりあえずそこにじゃあ、あの、必要な要素をぶち込むと、結果として欲しいものがもらえるっていうのがオブジェクト思考なんですよね。で、あの、オブジェクトごとに分かれてると、このオブジェクトが、あの、想定してる機能通り動いてくれれば、別にそのソースコードを見る必要もないし、触る必要もないんですよ。で、昔ながらのあのプログラムの場合って、1から10まで全部プログラムのソースコードで書いていて、どの部分がどう動くかって全体を把握しなきゃいけないんですけど、オブジェクトをつなげていくと、全体を把握する必要ないですよね。例えばじゃあ、写真を撮るアプリがあります。で、その写真を撮るアプリが、そのブサイクをイケメンにするアプリに写真を投げます。で、その結果で写真が出てきて、で、この写真を受け取って、で、インスタグラムに上げるアプリに投げますっていうのってやると、3つオブジェクトがあるんですよ。要は写真を撮る、イケメンにする、インスタに上げる。でもこれって、どのプログラムがどういうソースコードを書いてるかって全然知る必要がなくて、おーいって投げると、結果としてインスタに上がるってなるっていうので、一つ一つを解釈しなくていいです。理解しなくていいですよっていうのがオブジェクト思考ですっていうので、いかがでしょうか。BTS の最新シングルがアメリカで爆売れしてますが、フランスでも有名ですか？知らないっす。あの、フランスで BTS を検索したことがないので、あの、BTS がどれぐらい人気があるかとか知らないです。はい。CCNA の資格、ルータースイッチ、TCPIP が必要な社内ネットワークエンジニアの将来性と需要はありますか？そのデータス、あの、要はその、社内で、あの、オンプレでサーバーを置くっていうのは減ってきたんですけども、そうは言ってもその、電話とかっていうのが逆にその IP 電話になったりとか、じゃああの、社内ネットワークはとりあえずあの、つなぐ必要があるよねっていうのがあるので、で、今、社内ネットワーク作んない会社が、思うので、なので、社内にネットワークを組むっていう、そのネットワークエンジニアの需要は伸び続けるんですけど、そこに資格が必要かっていうのはまた別の話なんで、資格がなくても、営業ができれば全然食っていけると思います。4分間の駐車禁止で罰金1万8000円取られてしまいました。交通違反の罰金って何に使われてるの？あの、天下りの人たちが美味しくいただいてます。博報堂に入社したいのですが、どうしたらいいですか？早慶の大学生で英語はできます。じゃあ、Twitter のフォロワー1万人とかにしてみるといいと思います。あの、ネット上でそのフォロワーを増やすっていう能力があると、割と今の広告産業っていうのはその能力を期待してる人が多いと思うので。僕は自営業を営んでますが、少し収入が良くなると人に対して横柄になってしまいます。ひろきさん、社長でお金もたくさん持ってると思いますが、選ぶところがなく、全くなく尊敬していますが、どのような思考で人のことを尊敬して謙虚な人になれると思いますか？僕別に他人を尊敬してないし、謙虚でもないですよ。ただ、あの、多分ほぼ必ず敬語で喋ってると思うんですよね。あの、要は、他人に対して敬語で喋るっていうルールを決めてるだけなんですよ。で、別にあの、相手の人を尊敬してるわけでもないし、その、謙虚な気持ちって思ってるわけでもなくて、あの、相手に対して敬語を使うっていうルールを守ってるだけなんですよ。で、あの、ルールを守ってやってると、なぜかその、あの、横柄っていうのがあるので、なので、あの、ルールを決めるといいと思います。はい。
パクリ大国とは馬鹿にされていた中国がリーグオブレジェントや PUBG を作り、今では、まあ、正確に言うとリーグオブレジェントって PUBG を作った会社に出資しただけなんですけど、はい。今ではポケモンと手を組んでゲームを作るなど、ゲーム業界の覇権を手に入れようとしてますが、もう覇権手に入れてますね。現実。ひろゆきさんもよく言っている、売れてるものをリサーチして速攻でパクって売り出す中国って技術的にやっぱり優秀なんですかね。その、まあ、プログラムの基本で、その、動いてるものを真似する能力があれば、大体のものを作れるっていうのがあって、その、まあ、ちょっと前にラマヌジアンの話をしたんですけど、ラマヌジアンほど頭良くなくても世の中大体なんとかなるんですよ。なので、プログラマーですって言って飯食ってる人って、その、独自のアルゴリズムまで思いついて開発した人ってほとんどいなくて、こういう動くものあるけど同じもの作れるって言って、あ、作れますよっていうだけで全然食えるんですよ。なので、プログラムっていうところで食ってく上であれば、別にそこで十分なんですよ。いや、動いてるものが真似して動けるようにする能力だけで。なので、その能力に関して中国はめちゃくちゃ高いので、で、人件費も安いので、なかなか敵に回すときついんじゃないですかね。小学校の年齢ぐらいの自分の子供には携帯パソコンを与えないと言っているシリコンバレーの経営者が多いと聞きますが、ひろゆきさんはどう思いますか？パソコンは与えるんじゃないですかね。ある程度検索が必要なので。で、携帯渡しちゃうとその携帯ゲームとかやっちゃうんで良くないって話だと思います。アゼルバイジャンとアルメニアの衝突に関して語っていただけますか？またこの争いの世界にどのような影響をもたらしますか？結局その、まあ、もともとそのソ連で一緒にやってたよねっていうところで、じゃあその、あれ、アゼルバイジャンとアルメニアどっちかどっちだっけ？アルメニアの中のアゼルバイジャン人が多い地域が俺ら独立するぜって言って、で、それに対して独立とかふざけんな、なぜならそこから石油が出るからっていう問題があって、で、それを阻止しようっていうのと、じゃあロシアをこっちを、手助けするし、トルコとしてはトルコでも近隣だから仲いいから一緒にやろうねって言ってるところで、で、いい争いでなんとかなるかなと思ってたら、本当に打ち合い始めに人が死んじゃったよねっていう。で、中国とインドも、言い争いをしてると思ったら、本当に殴り合いで人殺しを始めるっていうのがあって、なので、ちょこちょことした外国、要は国同士の戦争っていうのを今、あるんですよね。その、平成の時代って割とその、平和だよねっていうので、その、言い争いはあっても、その国同士の戦争ってないよねっていうのがあったんですけど、でもまあ、チェチェンみたいなそのロシアの内戦とかはあったんですけど、で、最近だとそのウクライナとロシアが戦争しましたとか、っていうので、内戦じゃなくて、その外国同士の戦争っていうのがだんだん増えているので、いや、なんか、これに慣れてくると、割とその、大きな戦争が時間の問題で出るんじゃないかなっていう気がするんですよね。その、第一次大戦とか、じゃあその、オーストリアの皇太子が殺されたのがきっかけで始まっちゃいましたみたいな話があるんですけど、その、戦争って、すげえどうでもいいちっちゃいことがきっかけで、じゃあ、俺も俺もって言って参加し始めて、すげえでかくなるっていうパターンがあるんですよね。シリアで揉めてた時も、その、ロシアとか応援する派閥と、じゃあその欧米が応援する派閥っていうので、で、じゃあ俺たち本気出すぞってロシアとか欧米が言うと、それと大きな戦争になっちゃうんですよね。なので、で、戦争やめてほしいっていうのはあるんですけど、政治家の、政権を持ってる側にとって、戦争ってめっちゃ美味しいですよ。まあ、トランプ大統領が戦争したがってるのもそうなんですけど、戦争してる最中の国って、その政権が倒れることほぼないんですよ。例えばブッシュ大統領とかもそうなんですけど、戦争中に政権変えるとかって危険じゃん。どうか当たり前の判断があるので、ブッシュ大統領って良くないよねっていうのがあったんだけど、戦争やってる以上、ここで政権変えるのは良くないよねっていうエネルギーが動いちゃうので、なので、戦争を起こすっていうのは割とその支持率の低い現職大統領首相にとってはかなり美味しい魅力だったりするんで、なんか今後は戦争はちょこちょこ起きるんじゃないかなと僕は思っていたりもしますよ。中国とアメリカが戦争する可能性ありますか？また可能性があるとしたらどちらが勝つでしょうか？どっちが勝つかというと中国が勝つと思うんですけど、で、なんでかっていうと、アメリカは選挙で負けると戦争をやめてしまうっていうのになるので、で、中国は実質選挙がないので。で、アメリカってアメリカ人がいっぱい死ぬと戦争をやめた方がいいよねっていう世論が出てくるんですけど、中国人って中国人が死んで戦争をやめた方がいいのって世論が出ても、中国は戦争をやめません。
で、中国とアメリカ、まあ、言い争いっていうか、まあ、関税かけたりっていうので、その、衝突を繰り返してるんですけど、何かをきっかけに、その、一発ミサイル撃ったるわ、みたいなのを、トランプ大統領が絶対やらない人かっていうと、あの人やる可能性あるタイプな気がしてるんですよね、僕。要はその、世間の、良識家の人たちは、トランプ大統領は人種差別政策なんかさすがにしないと思ってたら、大統領になった瞬間に人種差別政策をしたんですよ。で、やるんか、マジか、みたいなのがあって、トランプ大統領が普通やらないよねって思ったことは、トランプ大統領はいや。なので、その、さすがに中国と戦争はしないでしょっていうのは、良識派は思ってるんですよ。でも、そう、良識派の感覚でトランプ大統領を判断をしないので、なので僕はその中国とアメリカが戦争しないと断言できるほどトランプ大統領のことを理解しきれてる気がしません。小学生の年齢ぐらいの自分の子供、あ、これ読んだやつですね。すいません。